よく聞かれるんですけど、あんまり実は決まったものがないんですね。で、光だとか影だとか空気感とか動きとかそういうものが好きなので、まあ、そういうのをよく撮るようにはしています。で、特に被写体はこだわらないんです。例えば風景写真家ですとかスナップだけ撮りますっていうことはなくて、自分の撮りたい気のついたところ、まあ、そういうのを撮るようにはしています。はい、写真の楽しみということになります。写真をしてないと見過ごす風景があるんですけど、写真をすることによって気づくところが増える。だから、まあ、なかなか何も気づかないところを気づくことで生活も楽しくなるし、会社に行く道も面白くなってくる。だからできるだけ自分の楽しいものを見つけてもらって、それを写真に撮ってもらうということで、まあ、表現ですね、自分の面白いものを作品にしてもらうというふうに考えています。お客さんがですね、どん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 上手くなってくれて、で撮影をしていると楽しくなってくれて、で最終的に上手くなって喜んでもらうっていうのが一番、嬉しいですかね。でやっぱりね、撮影をしていると、まあ、楽しくないって思われるのが一番嫌なので、まあ、自由に、自分の気に入った作品が撮れるようになっていただくと一番嬉しいです。はい、僕にとって写真とは記録表現です。記録はもちろんのことですが、自分の記録でもあります。でまた自分の表現でもあります。